が鳴るまで30秒まずやってください。うん、いいでしょ。うん、頭の動かしはいい、大丈夫。はい、15秒。大丈夫。うん、はい、いいですよ。で、まずいいところからは頭の動かし方上手です、はい、で、直してほしいなと思うのは手が伸びてない時が多いんで、うん、ジャブ一回打ってください。そんな、うん、それぐらい伸びればいい、はい、さっきみたいな感じで、そう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 、あ、こんな感じだったね。そんな感じだと合わせられるんで、はい、しっかり入れるなら入れるみたいな。そうっす。ストレートも一緒です。しっかり伸ばす。そうね、ストレートがちょっと僕のこっち側になってるもんで、はい、この内側を、そう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 、そんな感じ、そんな感じ。そうっす。視線は僕の右肩。そう、あ、今のいいね。はい、そうすると顔が今ずれてました。はい、そうそう、ってやると、その、自分が意識的にこう顔をずらそうとすると、やったらでかいんですよ。動きが。で、視線をこっち向きながらストレートやると多分顔が、後で動画見たらわかるけど、結構ずれてるというか。そう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 。そう、手はこっちみたいな。僕のこの辺。そうっす。ああ、いい。そうそうそう。やっと、動画で見るとずれてますよ。顔が。そう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 。で、視線は僕の方を見ながらなんだけど、そうっす。この辺を。そう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 。ってやるとずれる。そう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 、うまい。そういう感じ、そういう感じ。ああ、いいです、いいです。そんな感じ、そんな感じ。そのジャブの方が全然、怖いですね。見とっても。なんか、ちょんちょん出してるだけやったら、どうせ届かんしなって、相手安心するんで。そう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 。そういうふう、そういうふう。うん、そうそうそう。いいですよ。で、もう、ワンポイントアドバイスは、腕をしっかり立てとけば、肩を隠すんです。前も言ったけど、左手でこうやって向いて、この左肩をなるべく見せんように、グローブつけとったらその肩隠れるんで。あ、そうっす。そうそうそう。ああ、今のうまいね。そんな感じ、そんな感じ。はい、そうそう。で、最初手だけ。そうっす、いいっすよ。最初じゃあジャブからいきますね。手だけ。そう、肩入れる、次、後ろ足で蹴るみたいな。最初手だけ、前足、後ろ足ってやると変わらんす。距離が。そうっす。パーン。パン、パン。そうそう。ああ、いいね。で、ストレートも今手だけやったんで、足と一緒に来れば、より怖いかな。パッ、パッ、パン、パン。そう、足が今残ってるかな。そうっす。ちょっと前に足を持ってくる。そう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 。の方が足、そうっす。持ってきた分だけ、打ち終わったら足を戻す。手と一緒に。ってやると、戻るじゃないですか。そう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 。あ、でも足そのまんくらったな。今足揃ってないです。はい。うまい。それそれそれ。それうまい。さっきのさっきの。はい、さっきのいい感じ。そうそうそう。あ、今良くなった良くなった。うん。で、あとは、ステップも教えますけど、右行くときは右足。で、左足。そう。で、左行くときは左出して、そう。で、またすぐハスにする。体を。そうそう。で、行って、回って、そう。そうそうそう。相手と向き合うときは、ハスになる感じ。そうそうそう。で、しっかりジャブもストレートも腕をしっかり伸ばさないと当たっても効かんってことですね。はい。中途半端に伸ばすよりは。ああ、そう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 。そうそう。ちゃんとその、うん。で、ジャブ打つときに右手が下がるときあるから、そうそうそう。ああ、いいね、それ。そう、そこにあるとストレート早いですよ。打つのも。で、手が下がっとるとそこにフック狙われるんで。はい。なんで、しっかり上げとく。そうそうそう。ナイスナイス。うん。そう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 。で、バランスを崩さんように、多分足が残っとるもんで、バランスが、体が前かがみになっちゃうんで、右足をしっかり前に持ってくる。そうそう。ってやるとどうす？今バランス崩れてないじゃないですか。その足がついてこないと、なってまう。はい。そうなってしまうんで、しっかりその足を追ってくる。後ろ足。うん。ってやると体が、今戻ったっすよね。で、右ストレート打ったら、後ろ下がるっていうよりは、右サイド行った方がいい。はい、ワン、そう。で、右サイドでストレートとか。そう、またサイドから。真正面から打つんじゃなくて、打ったら、僕の利き手から離れる。右手に離れて、そこからストレートってやるとどうする？ああ、今のうまいな。はい。そうすると、ジャブも一緒ですよ。まずジャブ打ってください、軽く。で、右サイド。で、動いて、そこからジャブ。で、そう、そこでしっかり蹴るというか。
最初普通にジャブ打っといて、で右に動いて後ろ足で蹴ってジャブってやるとどうする。そうするとサイドからこう強く打ってきても、僕右かぶそうにも真正面じゃないもんで、クロス合わせにくいです。そのこっちの左サイドから来るもんで、いきなりこう来ても右遠いです。そうやね、はい、ちょっとこういう風に来ても行きやすい。そう、そういうことです、そういうことです。なんで真正面からジャブを飛び込んでくると、僕にじゃめちゃめちゃ当てやすいです。そうですね、はい、殴りやすいんで、そう、横にずれて、そういう、そういう、そういう、そうそう。で、そこで相手の反応が遅かったら右ストレート、そこから足ごとくれば。そういうこと、そういうことです。もう一回やると、ジャブ打っといて、右サイド、ジャブ、はい、ストレート、フックまでとか。あ、そう、右ストレートを返すついで。右ストレートを返すついで。そう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 。で、右ストレートを足をなんで持ってこいっていうかっていうと、右ストレート足持ってくるじゃないですか。で、右足を後ろに戻しながら左フックってやると、僕が追ってきたらちょうどよくないです。そうです。ダッダッってやると、そうです。それが餌になるんで、呼び餌で、そう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 、右のストレートの時に足戻すと、バランスちょうどよくなるんです。そう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 。足を短くするんだけど、またフックで遠くするみたいな。元のスタンスに戻るだけ。はい。短くして、さあ、今でいい感じ。やっと切れることないです。はい。バッ、ナイスナイスナイス、そうそう。で、右ストレートをちょっと低めに打つと、左フックはもっと打ちやすい。で、やるとどうする？通しやすいっていうか、はい、腕の上を。このぐらい、ね、その、そうっす。ここやとね。と、通しにくいと思うんで。で、やるとどうする？その、通しやすいし。で、ちゃんと右ストレート打って足持ってきて、で、次また足戻して、隙があったらストレートもう一回打てます。そういう感じ。続けれるし。そういうふう、そういうふう。ジャブ打って、サイド、そう。で、ストレート、フック。ストレートまで切れならもう一回って感じで。はい。いろいろ動かせます。で、ジャブも最初今上に打ってるんで、上打って、下打って、また上打って、みたいな感じで。上、上、下、上。下、上。で、いいっすよ。そう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 。うまい。そういう感じ、そういう感じ。ジャブも一回上打ってください。ジャブ上。で、ジャブ下。で、次ジャブ上、みたいな。そういう感じです。で、やるとサイド動くんかなと思ったら、次動かないって感じなんで、上、下、上。そんで右のガード下げない。そこの時に。上、下、あ、いいっすよ。上、下、上。で、見しとくじゃないですか。次、じゃあ、上、下。で、そのままフック。そういう感じです。で、やると、戻るかなと思ったら、横から来るみたいな。はい。上、下、上と思わして、最初。上、下のフックの時って、足こうやって入れます？はい、入れます、入れます。そうすると、ボディジャンプ来ると思うんで。ああ。はい。上、下、またそうっす。例えば、じゃあ、もう一回かかりやすいやつ言いますね。上、ジャンプ。下打つ時にフック。その感じでフック。はい。上打つ。下見ながら。下見ながらだともっとよりいいな。ジャブ。下見ながらフックってやると、ボディジャブかなと思うわけですよ。ね、ボディジャブかなと思わして、横からフック。ジャブ。下。そうそう。それを途中で変える感じです。それよく当たる。そういう感じです。そう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 。よくそれを引っ掛けるんですよ。一応一回は見せる。上にジャブ打っといて、上にジャブ一回打っといて、下にジャブバーンって打たして、一回打った方がいいですね。そう。で、僕が反応したら、次使おうと思った方がいいです。ああ、そういうことですね。そういうことです。上にジャブ打って、下にジャブで手当てさせる感じです。僕の手を出させて、パリーとかされたら、反応してるってことなんで、同じことを次やって、その、ボディジャブをフックに変えればいいだけ。ジャブ打って、下打つ振りから、そこから途中で変えてフックす。そうっす。最初、そういうこと、そういうこと、そうそう。はい。この最初僕上ジャブ。はい。下こうやってやったらチャンスですね。はい。そういうふうに、そういうふうに。で、はい。来なければボディで。そういうこと、そういうことです。来なければ。はい。それを。